2017-18 V プレミアリーグ女子です。東レアローズと JT マーベラスの一戦です。こちら JT 昨日は逆転負け、こちら東レは2連敗のスタートということになりました。25対20、第1セットは JT マーベラスが取っています。今のセットでいきます、あのローテでいきますと、この黒子すぐ横にケイリーというところでこの辺りを狙ってきます。ケイリーブロック、ワンタッチを取ります。黒子が決めています。あの今黒子選手がねサーブレシーブした後、はい、あの初めてスパイクに ね、打ちに行ってると思うんですけど、うん、やっぱりこういうふうに自分が取ってスパイクを決めるっていうのがあると、はい、黒子選手もねどんどん乗っていくこともできるので、うん、あっとダイレクトはケイリーです。高さだけ合わせていこうというところのミハイロビッチでしたが、これがアウトになってトーレがセットポイント。クロードの攻撃、芥川、これがアウトになりまして25対17、第2セットはトーレが取り返しています。黒子のサーブ、ハイロビッチ入っています。ブロック、押し込んでいく、ハイロビッチが決めています。ネットイン、よく拾った木村、黒子ブロック、ブロックは3番の奥村です。連続ブロックポイント、今度は6番の金杉です。バックアタックミハイロビッチ、これでセットポイントを握った JT です。拾っているミハイロビッチ、セットポイントは一度で決めてきました。25対16です。やっぱりあの高さを出していくっていうところと、はい、あとあのいいところで奥村選手が、ね、あのポイントを取っていたので、やっぱり流れをつかんだのはそういうところじゃないかなと思います ね。フェイント拾っています。黒子がバックから打つ、金杉がつなぐ、チャンスボールは東レ、堀川ブロック、さあ JT に帰ってきたミハイロビッチです。21対19、きついのサーブ、レセプション乱れた、しかしこれを打ち切っていきました。ワンタッチを取っています。黒子22対21、この黒子を狙いますが、もう何か東レの方はそれ織り込み済みで、黒子をどうフォローしてやろうかっていうような感じになってますね。セッターに帰ったミハイロビッチです。さあこれで JT マッチポイント、東レこのまま押し切られると開幕3連敗になってしまいます。最後はブロックポイント、 JT がこれで昨日の負けを1つカバーする2勝1敗、
そして東レの方はなんと開幕3連敗になってしまいました。そうですね、チームとしてはまだまだできてないので、一試合一試合重ねるにつれて強いチームになっていけるように頑張っていきたいと思います。